知らない人に言うと、最初は確かゆっくり始めて、お金もらえるやつとかあるじゃん、そういうゲーム、うん、それを換金までもやるっていう、最後バイトしろっていう、1から100までのカードがあり、配られたカードを小さい順に出していくゲームです。数字を言ってはいけない中、テーマに沿った表現で自分の数字を発表していきます。例えば綺麗なものというテーマの時に、低い数字は綺麗ではない汚いもの、高い数字は綺麗なものに例えます。そしてテーマに沿って例えていき、小さい順に出していけばクリアとなり、間違えると失敗という協力型のカードゲームです。とても簡単なゲームなので、皆さんもぜひやってみてください。さあ、ということでお題は何にしましょうか。何にしましょうかね。この数字とかはもう本当にみんながやりやすそうな。ここで、これ実装するとしたら、さっきのね、お題はぜひとも採用したいと思う。面白いな、すごい。このお題は面白い。面白いぞ、はい、みんなもやってみてって。学校でもできるからね。紙に1から100まで書いたらいいから。これが一番しんどい仕事。お題何しようかな。じゃあ俺がお題決めようか。前に過去にやったことある YouTuber の人気度。ああ。人気度、知名度、人気度やね。だから YouTuber の登録者数じゃないです、知名度で。まあ、登録者も登録者なんだけど、外部にも一般に認知されてるとかそういうの。ただちょっとあれ、有名人はなしにしましょうか。芸能活動してる人、芸能人とか。あ、そう、そんな感じか。そう、完全に YouTube オンリーの人。そう、ヒカキンさんとか、はい、うん、もう完全にもう YouTube から人気になった人。本業の人。そうそうそう、この人認知度高いのか分かんないな。確かにって感じなんですよ、今回の、うん、ここのいる人に伝わればいいぐらい。あ、でも割と順当なやつ見つけた気がするな。お、じゃあ直吉さんからいきますか。ゆっくり生声のどっちもやってる実況者さんなんですけど、おお、ここにゃんっていうところがあります。人がいます。いますね。はい、なるほど。知らない人向けに言うと、最初は確かゆっくりで始めて、途中から生声にもシフトして、うん、マイクラは結構長くやってる。別の YouTuber さんも上げると、カズさんとやったり。高いね、ちょっとポイント高いぞ。高い、すごい高いな、これは。カズさんにいたずら仕掛けたりするくらい仲良くなってる。すごいな。そうだね、よくドッキリ仕掛けてる動画とかある。なるほどね。その人が俺がマイクラやるきっかけになった一人でもあるしな。おお、どうしようかな。一応ちょっと自分の中でこれぐらいかなって、多分知らないと思うけど言ってみようかな。はい、俺は藤夏健さん。わからんよね。この人俺見てるんですけど、結構広告ゲームとかあるじゃないですか。あれをめちゃめちゃクソほどやるっていうね、はい、やったりとか、最後までやったりとか、お金もらえるやつとかあるじゃないですか、そういうゲーム。それを換金までもやるっていう、最後バイトしろっていう。それが面白くて、僕のやりたいならバイトしたけって。そう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 、やれるよ。そうやって、それが面白くてね、結構見てるんですよ、俺の好きな。これはネタにされるな。いや、確かに面白いけど、多分知らないかなって。どのくらいの数字でそれを設置してんのかが分かんないから、他の人の見てちょっとまた変えるかもしれない。一旦行ってみていいですか。はい、あ、どうぞ。とじゃあパパさんなんですよ。お、カラフルピーチっていうグループで結構有名な2人、芸能人の名前忘れたけど、子供さんが好きとか言ってたとかで有名なんですけど、世間的に見たらどうなのかなっていうので、とりあえず一旦ゲーム会系の人は結構有名そうやなって思ったんで。有名やね。でも世間的に見ての方でも入れて、これジャパパさんで。まあジャパパさんはそうやね、うん、そうっすよね、トライさん。まあ俺とも一緒にやったことある。そうですね、2回ほどかな。うん、2回もやりましたですね。そう、はい、私ですね。これ言っても本当に分かる人いるか分からんけど、うん、
TIE クラのプライズさん。うお、結構攻めたようなあれしちゃうけど、はい、あのプレデターの人ですね。あの確かプロゲーマーなんだっけ、あの人。ほう、エペのランクがプレデターでめちゃくちゃ強いっていう言われてる人ですね。まあ今動画は結構上げてますけど、これエペの情報とか結構上げてる人かな、近づいてとかを拾ってくれる人だ。へー、チーターの実態とか、あと運営の実態とか、そういうの一日一本と解説したりして、個人の見解も言えて、有名どころとルーさんとよくプレイしてる動画とか、やっぱり背景に流してたりだとか、うんうん、ルーさんの動画にも出てたりだとか、そういうような人だから、エイペックス界ではちょっと人気は高い方だと思うけど、世間的に見たらどうなのかなっていう、プロゲーマーっていうところがあるからね、うん、ああ、うん、そこがちょっと1個上じゃないかな。でもどうなん、ポッポニャンさんとかジャパパさんよりかは下やと思うね。下になっちゃうね、知名度とか、あの、うん、守備範囲的な意味で。そうやね、うん、じゃあまあ俺かな、一番低いの多分な、言ってもみんな知らなかったから、うん、まあじゃあ土屋さん行きます、下の方行きます、うん、いやもう多分俺やと思うわ。じゃあお願いします。他が上すぎるってのもあるから、大丈夫です。大丈夫です。よし、うん、オッケー、まあ。でもネタ的にはもうちょっと上でもよかったと思うなっていう。それはわかる。それはわかる。じゃあ俺かな、多分次は。そうやね。うん。低すぎかな。ああ。でも需要がピンポイントだから。妥当じゃないですかね。おお、よかったよかった。これは。あった、それよかった。いや、どっち行くこれ。自分が行った方がいいか。いや、ナオキさんの数字がどうなるか。じゃどうなってるか。低金数字としては落ちてるわけだからさ。そうそう。精度が高いはずなのよ。ポコニャンさんもなかなか俺知ってるし。うん。とりあえず、自分行きます。大丈夫かな、どうだろう。行きます。うわ、ちょっとここだな、問題は。自分の数字は。52です。あら、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 おー、来たー。やった、成功。やった、ね、やっと成功した。ジャパパさんがそこまで低いとは思わなかった。じゃあ世間的に見てどうなるかっていうのを考えたらこれくらいかなって思って、おおほほほ、下とは思ってたけど、うん、思ったより下だったな、おい、そうそうそう、いや中間値が出すと思いつかなくて全然でもよかったよかった、中間値決定なんだろうな、成功